小城さん、はい、勝ちました静岡学園井田正道監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は PK 戦までもつれ込む接戦になりました。東福岡さんが非常にうまく守ってカウンターで攻めて前半は非常に苦しみました。あそこでラッキーにも、ね、点が入らなかったからそれが非常になんか神がかり的で神さんが味方してくれたなと思って感謝しております。9番桜井がアウト、そしてですね飯塚も怪我で動けないかと思われました。あの時の気持ちは、まあ、どんなことがあっても学園は攻撃サッカーだから変に守らないでとにかく攻撃力のある選手を投入しようと思いまして深澤を使い久保田を使ってある程度やっぱり勝負をかけて点を取りに行きました。その15番久保田が素晴らしいシュートを見せてくれました。まあ、なんか非常に選手交代が今シーズン全部当たってて恐ろしいくらいで本当に久保田には感謝しております。次はいよいよ決勝ですね。そうですね、こんなにたくさんのお客さんを見ている中でできるのは幸せで、まあ、静岡学園のサッカーがどういうものかというものが分かってもらえて、やれればもう勝っても負けてもどちらでもいいという心境です。次の試合期待しております。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。井田正道監督でした。